ポポクラ1ヶ月サバイバル第7期終了動画始めていきたいと思います。で、まずは、今回も、班があるんだけど、サケチ班から行きます。ここがサケチ班なんですけど、まず、倉庫なのかな、これ。ガラス張りのレンガの素敵な倉庫がありますね。で、その隣に、お家があって、あれわかるけど、カエル吊るされてんだけど、カエル。で、ここはね、おそらく、白江さんが作ったっぽい作りですが。でね、今回はね、7月ということでね、夏祭りっぽく作ってくれてます。屋台とか、あの、盆踊りの台みたいのがあってね。で、ここに白江さん像があって。出れない？何出れない？どこに閉じ込められた？もうね、町さん像はね、もう、毎回恒例なんだけど、かまぼことファミマがありますね。これもう、町さんの毎回恒例行事みたいな感じでね。あ、かまぼこが馬小屋になってる。お、賽銭箱があって、ああ、いい感じじゃん。みんな、できるだけ装備をね、外した方がね、見た目がいいよ。なんかさ、エリトラがイチゴ柄みたいなんだよね、赤く光って。あ、中入って、なんか、囚人みたいやん、これ。ここは？ここは何だろう。ここはね、アート1193のお家だって。おお、中に絵がいっぱい飾ってありますね。お、上の階もあるよ。え、まだ上がある。あ、で、屋上に出れるんだ。で、これね、裏に何かあるみたいなんで、ここもちょっとね、見てみましょう。これがなんか完成するっていうふうに書いてたんだけど、これで完成なのかな？これなんだろう？ちょっとね、芸術的すぎて俺にはわからんわ。なんだろうこれ。ちょっと俺にはこの芸術は理解できないみたい。あ、これ俺、知ってるな。誰だっけな？ちょっと待って。で、次、ここ。ここで、あれ？はい、あ、こっち入れない。あ、こっちか。こっちだった、入り口。屋根裏ありそうじゃない？これ。お、屋根裏ありますね。ここは誰だ？イカミの家だって。イカミさんのお家入ってみましょう。裏口、ここからは出れるんだね。手羽先の住居。あ、家になって、あおう、なってんだね。なんだ、何もねえじゃねえかよ。お、そこにもお家が。かっこんかっこん。ちょっと、このね、斜めの道俺が作ったんだけど、すっげえ走りだ。ちっちゃいお家があって、あ、こっちにもお家あるね。ここは仮拠点。仮拠点って書いてある。だけど中に何もないな。で、こっちにもお家があって、結構ここら辺密集地帯だね、お家の。これ、イエム君のお家だって。ここは、アキトン君のお家だって。あれ？なるほどね。面白い形してるね。ここら辺は A 社社宅。なんか会社みたいな感じで作ったのかな？
ここが A 社保有のビルみたいだね。ビルだけで内装は内装です。でここら辺にもちょっとちっちゃいお家があって、ここはポスト、マッチさんだ。でここにもね、最初のお家あったんだよね。これ誰なんだろう。あ、ここで国用さんのところなんだ。倉庫みたいな感じのお家かな。 TJO くんのお家だ。TJO くんの、あ、裏に畑があるね、TJO くんのお家。あれ地下もある。いや、ブラマイかな、これは。で、2階もあって。あ、内装はね、結構おしゃれね。あ、でかい、意外とでかいね。入り口から始まって、そこから結構でかくなってくるんだ。へぇー。リア充のハートをボコボコのバキバキのケチョンケチョンにするハンマー。リア充のハートを真っ二つに切る剣。ここはヒリア同盟か。リア充が嫌いなんだな。のんびりロード。この先、なんか大きい施設作る。で、ここに、鉄アブレ君のビルかな。上もあって、あれまだ上ある。水槽は何も入ってないのかな。あ、上は屋上か。でここに誰かが作ったアパートみたいな感じかな。全体的に見るとね、こんな感じでね、なかなか今回はね、面白い感じになってますね。で、ここで入り口のところに戻ってきて、ここにペニーちゃんの、食料組って名前にした。あ、中全部畑だったんだ。あ、2階がある。あ、こっちから、下が畑になってて、こっちから家に入る感じなんだ。へえ。こういう作りだったんだ。で、ここで拠点になんか遊んでる。で、ここで拠点に帰ってきて、ここが最初の拠点ですね。ここからみんな冒険を始めていって。ちょっと拠点周りを見ていきましょう。 N 助けの家、寝助け、これか。ん、違うか、こっちか。お、ここら辺もちょっと結構家とかあったんだね。これは、これがのびさん、のびちゃん。あ、こっちで奥の方にもあるね。ここら辺結構家あったんだ。で、ここがね、なすびくんだっけな。あ、なすびくんハウスがあって。お、ウーパールーパー飼ってるね。で、これね、俺最初の頃にさ、この、他の子も手伝ってくれて、あ、ここにもなんかあるね。ここにもおちゃんじゃん。え、なにこれ、うぅーとか聞こえてきたよ。え、え、うわー、あれか。スカルプセンサーこんな音するの。まあ、ここにね、あの、嵐のね、墓があるんだけどね。うちを荒らした。このね、この子だって気持ち、じゃあ早い。もういいや、じゃあもういいや、ガンガンつけて。もう嵐の墓なんて燃やしちまえ。いけいけ。やれやれ。
下がこけたから結構盛大にいけるね今回は。おはなすびくんも燃えた。燃やす、あべえ、ちょ隣が燃え移っちゃってる。あべえ、やばい。みんなこっち消して。やばい。でここをね、どうですか、なんか神社の道っぽいのがあるでしょう。で、ここで、あ、おみくじできるって。ここね、白江さんが作ってくれたやつだね。ポポ吉だ。吉か、吉が出た。で、ここでね、おみくじをした後、絵馬飾るところもあるね。で、ここにね、井戸があって、ここで手とか多分洗ったり、するとこだよね。神社はね、ちいちゃんが作ってくれた神社がここにありますの。ここ、あれ？なんでこれ、井戸じゃないの？なんか煙出てるぞ。え？あ、なんだろう、線香を焚くところかな？線香かな？これ。井戸じゃなかったんだ。で、ここにね、ちいちゃん神社作ってくれて、全体像を見るとね、結構こういう感じで。お祭り会場、ちょっと上から見てみましょう。こういう感じですね。お祭り会場を作ってもらって、ちいちゃんのお家兼ポポ吉藩の拠点がこの奥にあります。この橋はね、俺作ったんだけど、ここを抜けて、あ、そうだね、俺の橋燃やされてたね。で、ここがね、ポポ吉の拠点で、踏んだね。で、ここちいちゃん、あの2階にさ、なんだっけ、水槽もね作ってて可愛らしい。で、さらに上が、いい感じですね。ゆうびくんの知客店がこんなとこにあったのね。では以上、ゆうびくんの知客拠点でした。万国同盟の拠点ですね。白狐のやつがあったりとか。めっちゃ鶏いんな。でもね、アレイがいたりとかね、アレイのお家があったりとか。行くぜ。はい、この感じで、ね、夏祭りをね、作ってくれたんですよ。8月の抱負をね、一人ずつちょっと言っていっていただこうと思います。お、ミッキーマウスくんが来た。8月はバンコクの拠点をガチることをバンコクで決めました。お、いいね。8月には期待してるよ。さあ、鉄アベルくんの8月の抱負は、好きな人に少しでも振り向いてもらうためにすることを考える。え、なに？鉄アベルくん好きな子いるの？次は白鳩くんがやってまいりました。8期では
一つでもいいからすごい建物を作る。いいねいいね。8期はマジちょっと俺もねかなりやるので最後なんでね、もうみんなで頑張っていこう。さあもっちゃんのどんな目標か。8月の8期はバンコクでいけない粉の量産を頑張ります。あ、逮捕だね。来たじゃない。私が認めます。やったぜ。粉バナ来ました。粉バナいらん。粉バナ次はリアムくんかな。8期ではログイン率高くします。お、いっぱいログインして。ベニーちゃんの8月の抱負は、8期ではジェットコースター作りたい。大きな。いいねいいね。ジェットコースター作ってみんなで乗ろう。次はシリアルくん。8期までにはポポサバをバンコク全員で支配したいです。バンコクは精力的ですな。そして新世界の神になります。さあカフェオレくん、8月はどうするのか。8月は俺の誕生日があるから、8期でもたくさんポポ吉さんの参加型に参加する。おお、カフェオレくん8月誕生日か。お、雄大くん来ました。パソコン新しくしたし、影もっと動くようになったから写真撮ったり建築したいです。お、いいねいいね。いっぱい建築していっぱいいい写真撮ってください。次は TJO くんだね。8月もたくさんいけない粉作ってガン決まろうと思います。決まってるね。さあ白江さんの8月の抱負を。8月は素敵なお家をたくさんつけれたら良いです。いいねいいね。白江さんのお家がねほんと素敵なのでね、8月も頑張ってください。楽しみにしてます。さあなすびくんの8月の抱負は。僕は8月中にリアルで5万円まで貯めたいです。頑張ってくれ頑張ってくれ。1ヶ月で5万、なんかバイトとかすればいけるだろうけど。お、次はアートくんだね。アートくんじゃなくてアイトくんかもしれない。俺アートくんって呼んでたけど R ねえや。アイトくんやばい。8月では白猫班を結成したいです。入ってくれた人には嬉しいご褒美を。お、いいねいいね。白猫班作っていこう。さあ次はゆうぴくん。8月の目標としては、自分の力で自然を作り、そしてこのサーバーの中で一番綺麗な写真を撮れるように頑張りたいです。お、いいねいいね。俺まで自然の綺麗な写真って好きなんでね、楽しみにしてます。よろしくお願いします。どこ、ちょっと待って。僕もサーバー見始めてからもう随分経ちます。子さんと言っていいでしょう。僕はちょっと待って、もっともっといろんなことがしてみたいです。目標としてはいろいろ注目を浴びることです。あとリア充にはなりたくありません。本当の目標は黒にならないことです。いつも目を張られていますから、気をつけること、気をつけることは天敵のポポ吉という人物です。でも8期も頑張ります。あと最後に、あとポポさんの編集を多くして苦しめたいから白い粉と言いましょう。